こんにちはよろしくお願いいたします今日は日本とあのヨーロッパの自動車産業について話させていただきたいと思いますはなぜ自動車産業について話したいかというと第一に自動車の運転免許を取るだけで大変苦労いたしましたし <laughs> で第二あの日本にいたときにあの、日本の自動車部品の製造をしてた日本製鋼で働いておりました。で、最初、あの日本あの自動車免許の取得に関して、ちょっと話させていただきたい。で、とりあえず私は高,高校生の時にイタリアに住んでおりまして。 でその時に高校2年生の時に自動車学校に通いましたで1年通った末に結局自動車の運転免許は取れませんでした <laughs> でそのまま取らずに大学に入学して卒業いたしまして日本に行きましたので運転免許を 取得せずにあの日本に行きました。ああ2007年に子供が生まれました。その時に主人がほとんどの時は部在だったんだけれども、子供はあの車は一応うちにはありましたけど、私は運転できませんでした。その時はやっぱりもう一度勇気を 取ってもう一度自動車の運転免許を取得頑張ろうって思いまして日本の自動車学校に通いました2か月通った末にあの念願の <laughs> 運転免許が取れましたで次のステップは実際に先生なしで一人で運転することでしたで結局東京だったら 周りの,あの運転者はそんなにスピードも出さないし危険運転はしないのであのどちらかといえば運転はとても快適でしたけれども、まあ、皆さんはご存知の通りにあのそれは日本だからですね外日本の外にあの出るときはそういうわけにはいきません。 で一応日本の自動車の運転免許は日本イギリスに戻ってきてから一応書き返しましたけどあの恥ずかしいながらイギリスでは一度も運転したことがないんです <laughs> でさてとそれに,かに関しましてなぜ自動車について話そうかというとあの自動運転について今日話させていただきたいと思います。 で自動運転って四つの段階にあのあのクラシフィケーションすることができます第一あの初期的なあの自動運転といって自動ブレーキ特定の機能だけが自動になります自動ブレーキ例えばあのフジ重工が2008年に開発して販売したあの。 アイサイトというブレーキです。で、第二の、あの例としては。あの、インテリ、あの。トヨタ自動車が、あの。自分が開発したプリウスに搭載したインテリジェントパーキングアシストという。あの、車高入れの時と、駐車、駐車する時の、あの。 自動ステアリングを自動してくれるあの機能です。で複合,の複合の機能の,あの自動化だというと皆さんは多分ご存じないと思いますけれども例えば高速道路に乗りあの運転になった時にあの他の車との車間距離をあの一定に保つと,とかあの例の例の 手に保つあのアダクティブクルーズコントロールにさらに例の変えたり他の車の動きを周りの環境を監視してあの自動運転を援助をしてくれる機能なんです。で、あの第三回のステップとしてはあの 運転あの機能限界になったのみに運転者があの車を運転することです。で最後の第4回は完全自動運転でそれは日産トヨータウォルクスワーゲンといろんな自動車メーカーがあの目指しているところはあの車そのものが周りを監視して 情報を交換しなながらららか運転するとということなんですそれは運転者の私も皆さんのような方は車に乗って目的地を入力すれば目的地まで連れてくれる車のことです。でそれはどういうことが必要かというと社会的整備 インフラの投資が必要なんです。まあよりまあ、周りのあ情報交換をしてくれる情報システムとか、あので車そのものの内蔵にあ組み入れられているセンサーの高度なセンサーの開発が必要なんです。で、今はあの自動車産業もモジュ,ールモジュラー化されてます。 でモジュラー化されていますというのはどういう意味かというといろんな部品を揃うだけで誰にでも組,あの組み立てることができるぐらい簡単になりましただからそれはヨーロッパも日本の,の自動車産業の多くは車を作るという事業を海外にどんどん持っていってしまってで日本とヨーロッパの中の 雇用はどんどんん失っていきますで、これから、まあ、日本もヨーロッパも高齢化社会に直面していきますので、自動運転はとても熱い,い,い課題になると思いますし、まあ、EU 内と,と日本の中での,あの雇用を守ると、あと企業、 自動車産業だけじゃなくてエレクトロニクスにしろインフラの製造を作っている企業にとって協力して大きなプロジェクトに関わる可能性が出てくると思っております。でお聞きいただきありがとうございます。 早く自動運転ができる車が来ると私もいいなと思いますありがとうございます <laughs>、えー、大学を卒業されてから日本に行かれたということですが、はいえー、日本語は何年間ぐらい勉強されてますかだあの大学で日本語の授業に行きました<あ>その時に木津先生という日本語を教えてた先生とあのウェスティ先生という まあ、歴史学を教えてた先生の授業が非常によくて日本にさらに興味を持つようになりましたで特に木津先生が教えてくださったのはよよりり多くの本をを読んでで増やすすことが大事ですそれはいつも思って日本語を勉強させていただいてます そうすると,、えー、と今日まで大体何年ぐらい、まあ、実際に勉強したのはあの、まあ、教科書に向かって勉強したのは4年ですねその後は本を読んだり資格を取ったり会社で働いたりすることでいろんな方にお世話になってまあ覚えさせていただきました。 今はあのセルフエンプロイドされてますが、はい、お仕事で日本語を今使うことはありますかあのしゃべることはほとんどしませんパソコンに向かって例えばあのアプリケーションシステムで誰かが間違った会計処理をしたら私が英語で丁寧にどこで間違ったをあの指示する仕事をさせていただいています 日本語では,なくは友達とあとはお昼で話してます。<laughs> 一言で言うと日本語ってどんな言語だと思いますか？私は日本語はとても面白いと思います。あの、えー、いろんな方言もありまして、日本文化も非常に面白いと思って、食文化。 あの台所では一度も立ったことがない私が日本に行って料理も学んで食べるものを楽しむようになりましたその前はチョコレートの箱を開いてコーラのボトルを開いてそれが私でした今イギリスに戻って一日中まあ大体こんなもんです けどまあ暇な時は料理を作ったりしてますそれは日本にいた時のホストファミリーのお母さんとあのおばあさんのおかげでできるようになりましたまあ皆さんイギリスのチョコレートと市販のお菓子に関してご興味がありましたらどんどん質問くださって <laughs> 何でも知ってます <laughs>。 ありがとうございましたあの続けて質問ですけどもお話の中で、はい、あの自動運転という最終的には車は自動運転になるような話ですけどもその前に少子化と高齢化っていう話が出ましたよね、はい、で少子化と高齢化と車の自動運転ちょっと結びつかないんですけどどう,どうしてそこに関係あるんですかあの実際にあの あの人々が高齢化をするとまあ運転するときに発見ミスの発見ミスと操作ミスがより多発,まあ多発してると私があの自動車学校に通ってたきに教えてもらいましたでまあ日本の NHK を見てたときに高齢者がよく事故を起こしてたというのは報道されてたし。 まあ、私この,あのスピーチを書いたときにあの書いた小川先生東,東京大学の小川先生の本での,の中でもよく取り上げられました、うん、であの日,本あの日本の自動車産業もそうなんですけど今あのモジュール化されてますだて、まあ、大体ロボットとコンピューターによって組み立てが行われているので。 人はどういう製造と品質にどういう関わりをするかというと、まあ、やっぱりあの自動車を作るだけじゃなくてその自動車の周りのインフラだったりセンサーだったりするとやっぱり雇用が生ままれると思いますあとはあのやっぱりあの燃費が良くなりますって書いてあったんですね。あの 少子化の方はどうですか。例えば子供が少ないと運転手が少なくなるから自動運転の車が必要になるそういうことですか。まあそういうことではないんですけどあのまあ,あ,の <laughs> あとにかくこれからあの燃費のいい車がとても期待されていると思います。あの車がモジュール化されるとどこで作っても まあ,あの、小川先生の話によると、やっぱりあの自動車産業も、もう本当に未熟な労働者でも作れるような、まあ、プレハブ用な状態の工場でも作れるようにな,な,<る>なりつつあるみたいですね。 これからやっぱり自動運転の方向に向かっていくということですかね。まあ自動運転というよりもインフラ、まあ新しいものを生み出すということですよね。ありがとうございましたすす、はい。どうもありがとうございました。